アガデスとアーリットの襲撃は2013年5月23日にニジェールのアガデスとアーリットで発生したニジェール軍、駐屯地とアリバ社が運営するウラン鉱山に対して行われた自爆攻撃とそれに引き続いた施設選挙事件。この攻撃はイ・フォガスの戦いで死亡したと目されるイスラム過激派、悪夢のアブデルハミド・アブーザイドにちなんで アブーザイド作戦と名付けられ実行されたとされる。これらの攻撃はニジェール史上初の自爆攻撃である。最初の襲撃はアガデスで発生する。5月23日午前6時頃爆弾を乗せたピックアップトラックが軍の警戒線を突破してアガデスのニジェール軍兵営内で自爆し幾人かが死亡する。次に2台目のピックアップトラックが 中屯地に突入し兵士たちに対して発砲し、銃撃戦が始まる。銃撃戦は数時間にわたって続いたが、イスラム過激派は、中屯地内にて二人を殺害した後に兵舎に逃げ込み、そこで士官候補生の一部を人質に取った主張する。また、襲撃者は即席爆発装置を幾人かの兵士の遺体に隠す。 夕刻終わり頃、脱出しようとしたイスラム過激派のうち一人が無力化される。フランス軍特殊部隊は、アガデスのニジェール軍を増強するため派遣され、翌朝には、問題の兵舎近くに到着し、攻撃を開始する。これにより、兵舎に立てこもっていたイスラム過激派二人が殺害される。ニジェールの内務大臣、アブドゥラボが初めに述べたところによると、兵士18人、 民間人とイスラム過激派4人が死亡し、13人が負傷する。このうち6人は軍の高位階級者であるとされる。2度目の発表を述べたニジェールの国防大臣、マーマド・フカリチョはイスラム過激派3人を殺害するが、少なくとも兵士20人が死亡し、16人が負傷したと伝える。その後、人質を取ったと主張していた4人目のイスラム過激派は、 兵社内で拘束される。翌5月24日に、仮女ジョ国防大臣は、損害の修正情報を発表する。これによれは、アガデスでは襲撃者8人を殺害し、我が軍の兵士24人が死亡したと伝える。また、3人の人質は戦闘初日の早い段階で、至近距離から警部に銃撃され死亡したと見られる。少なくとも、イスラム過激派2人は、 フランス軍特殊部隊によって殺害されている。アガデスでの損害の光景は、イスラム過激派8人が殺害され、彼らは全員自爆用のベルトを装着していたと仮上国防大臣は述べる。アガデスでは、テロリスト3人と人質3人が5月24日の最終攻撃中での流れ玉に当たって死亡したと見られる。アガデスでのニジェール側の損害は、駐屯地内にて、 ニジェール兵23人とカメルーン軍の訓練兵1人が死亡している。アガデスの爆発から約30分後、2度目の攻撃がアーリットで発生する。アレバ社のグループ参加にある AL 鉱山会社のウラン鉱山が襲撃され、自爆攻撃はウラン加工施設の発電所前で起きる。この攻撃で鉱山にある検索機が激しく損傷したと伝えられる。最初の発表では、 アレバ社の従業員13人が負傷したとされ、最終的に、アレバ社は負傷者が全員ニジェール人であることを明かし、少なくとも民間人14人が負傷、自爆攻撃者2人が死亡したと伝える。ロイターによれば、その後アレバ社は負傷した、従業員のうち1人が死亡したと伝える。午後遅く、ニジェール内務大臣の発表によれば負傷者は50人に、及び、その内訳は、 民間人一人、警備保安要員49人であるとした。同日、一連の攻撃は、ムジャオが実行したとする、犯行声明が出される。ムジャオのスポークスマンは一連の攻撃をシャリーヤに、反した、フランスの戦争に、ニジェールが協力したことへの報復であると述べる。同日、ジュリビブのスポークスマンである、エル・ハッサン・ウルドクリールは、イスラム聖戦主決命団運動も、 無邪オと共闘し、攻撃に参加していると述べ、モフタール・ベルモフタールが作戦を監督しているとし、10人以上の戦闘員がこの攻撃に参加したと述べる。ニジェール政府によれば、イスラム過激派の攻撃は、リビア南部から侵入して行われたとしている。フランスのマリ軍事介入後、イスラム過激派の主力は国外に交代し、約400人の戦闘員は、 リビア国内にあるキャンプで再編成され、315旅団の名が与えられている。しかし、マリ当局によれば、当初の攻撃の試みは主に、マリ北部、特にターカンで予定されていたとされる。ありがとうございます。